今日は何日かな3月の21日悲願、えー、の中日です。でたまたま今日は友人からあのメールが来たんだよねそのメールがちょっと自分の中で気になって今この話させてもらっています。どういうメールかというと,あの、えー、っとちょっと苦しんで今だいぶ元気になってきた人なんだけどね。 えっとだいぶあのカットして話しますが、えーっとえー、メール来た内容のところだけ話すると浮気す,るすれば嫉妬するのが当然だってさ喜怒哀楽を経験しに生まれてきているんだよ姉上では体験できないからさというメールが来ましたそれに対して私は。 浮気すれば浮気した相手が苦しんだらいいことで浮気された自分が苦しむ必要はありませんあの世は一応行ったことがないのでよく分かりませんがあの世から友人が多くの方を連れてきたことが2回ありますあの世でもこの世と同じように苦しんでいる方がたくさんいましたよって私返しました すると、え必要ない相手がどっかの誰かとくっついたと思っただけで怒り、許せない感情で苦しむってことです。できて、それに対して私は、それは自分が握りしめているからです。相手のことは相手のテーマで、自分のことは自分のテーマです。自分のテーマは 自分がやる相手のテーマは相手がやるで送ると「はい姉よで苦しんでる人も助けるためにその方のお姉さんは世界平和の祈りをして浄化するんだそうです」っていうふうにメールが来てでその方が信仰してる先生も 霊界で苦しんでる人が多いからなかなかこの世も平和にならないとか今生きている人たちが穏やかな心で平和の思いを発信したら向こうも清まるのかなあちなみに私は世界平和の祈りは全くしていません平和にしたいしたいと絶望すればするほど 今が平和じゃない平和じゃないとインプットしてくるから何年か前からこの祈りに逆に戦争を呼んでるかもと疑問が湧いてやめました姉の,の人たちの苦しみどうやったら救ってあげられるんだろうってメールが来て私は それには自分自身が感謝ハッピーに過ごすことが一番だと思いますよ。まあ簡単ですね。私は何度も体験しています。で、まあメールを返したんだけど、えー、っと、ちょっと自分の中であの体験、まあ、えぇ、ー、霊界というかね、あの、あんまりそういうことはあんまり話したくはないような気持ちもあるんだけどね。でも体験はいくつもしてるんで、 そののうちのいくつかのうちのまあ今日は一つをねちょうど今日は悲願の中日だし一つ話しようかなと思っています。霊界頼りということであのその一ということでね話させてもらいます。昔あのえー、っとある友人が私にあのセミナーをね受けてもらいたい人がいるんだということでねあの話が来て私はその方に えー、まあ私は誰でもあの OK ですよとせい、ま。セミナーに来るのはあの全然 OK だからって話して。でも、セミナーに来るのは OK なんだけど、セミナーに送りたいと思ってる人がね、先に来るのがねあの、いいんじゃないかなと思いますというふうに、まあ、その友人には話したんだけどね。結局、あのうん、セミナーに、えー、送りたいと思ってる人も来なくて、あの セミナーを受けたたらいいと思う人もねあの結局来なかったんですそれからねあの3年ぐらいしてからあのその方のセミナーを、えー、受けてほしいと思ってた方の、えー、っとおばさんからおばさんがあの来てくれてそれで別のテーマで、まあ、セミナーになって、まあ、それはすごく良かったんですけどねそこであの その甥いっ子のね話になってあのセミナーを受けたらいいんじゃないかと言って言ってたおいっ子の話になってその甥いっ子が、えー、っと1年前かな年その時の1年前だと思うけど、えー、自殺したというね話聞いていや弱ったなと思ってねあの変な話あの私と会ってたら多分自殺せんで済んだんじゃないかなとあの自分なりに思っててね それは良かったなと、まあ助けてあげたかったけど、助けてあげられんかったなというふうに思ってね。まあでも、もうそれは過ぎたことだから、まあ仕方ないなとで。そういうことがあって、そで、えー、っと、そのおばあさんを、まあ、だいぶいい状態に、セミナーの途中なんだけど、またいい状態でもなかったかな、まあ結構あの、クライマックス、2泊3日でセミナー3泊4日かな、その時は。 してたんだけど3日目か2日目かなあその話を聞いたんでね熊野だとあの花の岩へというね姉を通じてるところがあるというねあの聖地というかそういう場所があるんだけどね聖地というかそういう場所があるんだけどね聖波のお墓とかという話もありますが私はあの神さんとかあのそういうところで手は合わしますけどね 特に何か祈るとかねあのそんなことをしたことはねあ,のありませんで,でもねその時はねあのお祈りしましたえー、と神様に対してお祈りしたことは私2回しかないからそのうちの1回がねあのそこですそこで花の岩いの前で手を合わせて実はこの方のあの甥っ子がね そちらの世界に1年前にねあの行ってますと。で私はあの助けてあげたかったんだけどね結果的にあのそういうふうにならなくてでそっちの方に行ってしまったんでねできたらそっちの方でねあのそちらの方であの助けてやってくれませんかと言ってあのお願いしました。それであの また同じようにあのセミナーをパッチワークハウスというところで大概やってるんだけどそこであの続きセミナーをしててクライマックスというかねあのすごい状態になって暴風雨みたいな感じになってね一回しかそういう経験はないんだけどあの 2時ぐらいかな2時ぐらいまでセミナーやってあの1回とりあえず、まあ、まあまあの状態になって終えたんだけどねまあ今日はまあこれぐらいしましょうということでまあ寝たんだけど寝て3時か4時か3時かぐらいだと思うけどまあ寝る時あの部屋の電気というかね建物の電気全部消して寝るんだけど。 その時の時あすごい雷は鳴ってたんだけどねすごい雷鳴ってたんだけどパッチワークハウスという場所なんだけどそこの電気がね全部つきました全部ついてあれどうしたんかなと思ってねふっと私あのこういうふうに顔を上げたら顔というか上げたらあのそこに人が立っててこうやってスッとねあの人が立っててそれであの 私に向かってね。あのこうやって。礼をしました。で。レバレシーいという顔じゃなかったけどね。礼をして。こうやって顔を上げた時にね。電気やパッと消えました。あれ、何だったんかなと思ってね。もしかして、あのあちらの世界でね。あのセミナー,ラリー何なりなんなりあのしてもらったんかなと思ってね。 そののおお礼礼とといいいううかかに来たたなというのを思いましたそれで翌日朝になってからその,あのおばさんの方にね「指うあのトイレ行きましたかと?ま」と、あ、トイレ行く時はまあ電気つけるんでね「行きましたか?」と言ったら「いや行ってません」と言うんでね「あ,あそうやろうね,ね」と「実は昨日ねあのおっ子さんが来てたよ」と。 で体型はこんな感じであの髪型はこうであの服装はこんな感じでしたみたいな感じでねあの話したらねそのおっ子さんでしたあの。要は何言いたいかというと向こうの世界でねあのセミナーをセミナーというかあの教えというかね受けて、まあんまりスッキリしてはなかったけどね そのお礼にね私のところに来てこうやって礼をしてねあの書いていったんかなと思いましたこれが「霊界物語の」あの多分4つ裏話すと思いますがそのうちの1番ですありがとうございます